もうもうやべえ。久しぶりの階段、マジ良かった。正月やろうね、一緒に。ここは週に2回走ってます。今持ったな絶対。ここは、家から自転車で5キロのとこにあって、でちょうど自転車でそう15分ぐらいウォーミングアップを兼ねてきて。そしてそのまますぐここで階段を走れるっていう場所です。ここの階段は218段あります。読売ランドが283段で、ここが218段あるので、そう、知る人が知るアスリートの階段トレーニングの聖地となってます。もう一回出して、すげえ綺麗じゃん。この前こう階段やってたら、ここにカップルが2人いて、で一緒に階段、そのカップルの彼氏俺にやらされるっていうデートで来たのにカップルの1人が階段やらされるっていう羽目になったって。いや、なんかボクサーさんですかつって、そうだよつって、今日は何デートで来たの、そうです、ここは夜景綺麗なんで来ました、じゃあ彼女にお前いいとこ見せてやれよ。マジっすか、はいやる羽目になったもうへばってたよ、最後の俺見たく寝てた。もう生まれは北海道のアパートです。ボクシングは高校卒業して2年間札幌で下水処理場で働いて、でそれを辞めて東京に来てボクシングを始めました。ボクシング始めたのは20歳から、まあ、41、やっぱ俺知ってんの野中ぐらいしか知らない。あとさ、美佐子の堀川それぐらいしか知らない俺。ボクシングやる前は小中高と野球やってて、それで体力あったけども仕方なしに働くしかねえなっていう感じで働いて、そうでこのまま人生終わんだなとか思いながらフィットネスジム通って、そう筋トレして、そしたらそこにすごいシャドウを黙々とやるおっさんがいて、そう、その人とすごい仲良くなって、で結構話したら、実はオリンピックの候補まで行ったんだよ俺、でオリンピックなる前にガンになっちゃって辞退したんだけどっていう話で、で最初和島ジムが最初なんだけども、和島ジムの前に米倉ジム行こうと思って、その人が米倉ジムの出身だったから、そこに行って最初米倉ジムに電話したの俺、札幌から、で行きますよってなったんだけど、それを親父に相談したら、いやおめえは和島さえ行けってなって、そうそれで和島ジムに、そう行くことになりました。
高校は函館雄斗高校って結構知ってる、20年ぐらい前の人は結構知ってるんだよね。甲子園10回ぐらい行ってるから、そこの野球、そこで野球やってた。がっつり高校球児、ほんとに。そこで結構教わったよね。先輩の可愛がりとかを教わったよね、やっぱりね。いろいろね、社会勉強したそこで。そう、東京にボクシングやりに来たって感じ。俺、戦績ね、わかんねえんだよ、自分で。ちょっと、でも30戦はやってると思う。これ絶対し、自分でわかった方がいいよね、戦績ね。何戦してるとか。何戦してるかもわかんないもん。多分30戦はしてる。今のランキングもわからない。でも、ランキングには入ってるね。多分10、今日本ランキングって何まであるんだろう。確か増えたよね。だから10何位だと思うよ。でもそれが、ランキングから落ちたら、もう戻ってくることができないから、引退勧告出すしかないからねっていうのは、コミッショナーにも言われてる。なんか安倍ジムが亡くなって、そして、コミッショナーに移籍をするにあたって、ちょっと相談っていうか、電話して話したら、やっぱもう早く移籍決めてくれないと、こっちとしても、もうランキング外れたらもう戻せないから、早く甲子丸、早く移籍して、早く一回試合してって。はい、わかりました。そう、もともと、輪島ジムにいて、そこから安倍ジム行って、そして今、川崎に行ったジム。もうこれ最後でしょ。もうこれ、あと、一試合、できるか、できないか。でも、あと、三試合したいね。あと三試合して、タイトルマッチやりたいよね。みんなおっさんだからやってくれるでしょ、勝ったら。あいつだったら勝て、ジジイだから勝てるだろうってやってくれるでしょ。ね、試合したいな、本当に。でもジジイだけど、自信はあんだよね。でもやっぱり、スパーリングも離れてるし、試合感も離れてるから、ズレはあるかもしんないけど、でも進化してるっていう自信はあるんだよね。でもやっぱりリング、後楽園に立ったら緊張するんだろうなって、まあいつも緊張してるけど、なんか違和感あんだろうなって思うのと、ある意味吹っ切れて、こんなもんか、こんな感じで試合やってたら俺強いだろうなって思うっていう方が強いんだよね。家族は子供一人いるんだけど、そう、嫁さんの方に行って、もう別れて、何年経ったろう？ 7、8 年経ってるね。別れて。だから今、一人でいるんで。はい。もう全然近いよ、家。しょっちゅう、会える環境だし。ご家族とか、もうボクシングやっぱり結局心配、体の、やっぱ心配あるじゃん。そう。で、やっぱボクシング、収入もないしさ。だから心配と収入もなく、将来の先が見えないから、って重くなっちゃうな、また。だから、そう。だからもう、一緒にいられないよっていう感じになって。ああ、寂しい。ああ、寂しい。やっぱボクシング取ったよね。ボクシング取ったら何もないからね。その後の人生もね。お仕事はジムインストラクターをやって、そしてあとパーソナルでボクシングを教えてるって感じだね。なんかケアとかをできればもっと顧客がつくんだろうけど、あんまケアが苦手で、結構普通のおじちゃんおばちゃんを追い込むって感じでやってる。そうだから M なお客さんを多いよね、俺のお客さんは。タイトルマッチ7回、日本東洋を合わせて7回やって、だから1回も成功はしてないのよ。
勝ってないの、引き分けが2回、その試合もそう勝ったなとか思ってたんだけども、やっぱり倒さないと勝ちはないなっていう感じだよね。それこそ7判定じゃないけどね。だってもうやっぱり手上げられるまで、そうすごい違和感があったもん。ダウン2回取って、でもなんかこの雰囲気勝ちじゃねえなっていう、会場の雰囲気が、でやっぱ引き分けだったもん。やっぱ倒さないと。で倒すつも、1回目の大阪の試合が判定じゃ絶対勝てなんだなと思ったから。倒しに行ってスタミナ使ってめっちゃもう最後バテバテだった。そう。だって最後ダウン取った時とかもう相手コーナーに逃げんだよね。で相手コーナー側に逃げていくとめっちゃリングツルツルなの。そう。そして俺がバーンと転ぶという、そうす、ひでえよ、滑るよ、レフリー拭いてよとかって、そこおかしいよっつってこう水を拭くんだけど、めっちゃツル、余計ツルツルになるという。めっちゃツルツルしてて、でなんかさ、2回ダウン取った時もまたピンチになると必ず自分のコーナーに戻っていくっていう、そして俺もそこで力むと滑るから攻められないっていう、なんじゃそれって、うまいことやったなと思って。やっぱり離婚する時にも、やっぱり離婚する時にやっぱ引退っていうのはやっぱちょっとよぎったけども、やっぱ突き動かすっていうのはやっぱりボクシング取ったら何も残んないなというのと、やっぱ次にやりたいこの情熱を注ぐものが見つけられないから、そう、なんかやりきったっていう感じで次に行きたいっていう感じの、もうわがままだよね。みんなそんななく、みんなやめちゃうもんね。なくね、なんかみんなよくさ、そこまで続けられるモチベーションって何ですかって、燃えるものなんで燃え、いや、ちょっと続けられるんですかとか言われるけど、なんかそんなモチベーション低くなるほど偉くないよねっていう感じ。なんかよく言うじゃん、モチベーション上がんなくて、そじゃあやめろよって感じだよね。だから自分やるからにはって言って、モチベーションやっぱり勝ちたいよね。チャンピオンになりたいよね。だからモチベーション下がることはないよね。いや、体力の衰えは全然感じない。体力の衰え、パフォーマンスは上がる。ただやっぱり回復力と自分の知らないとこで怪我をしちゃうっていうのが、まあ結果体力の衰えだと思うんだよね。それが。だからもうパフォーマンスとかも。でも裏を返せば、今までそこの部位とか筋力とかパンチ力とかその域まで達してないからやっぱ怪我するんであって、それに体もやっぱ順応するっていうのは、それがやっぱ若さがないから順応しないと思うけども、やっぱ自分の体と向き合ってそのパフォーマンス上がった体とも付き合っていかないと、若くても怪我するし、年食ってもやっぱりより怪我するから、だからそこと向き合っていかないとダメだなって。だから全然パフォーマンス、体のその体力の衰えは全然、そのスピードも落ちてる感じもないし、だからそういう風に思ってるのが頭壊れてるのかもしれないよね、もうね。そういう風に思ってるのは、でもぶっ壊れてないと続けられないでしょね、勘違いやろうじゃないと。だからまだまだ突っ走っていきますよ。まだまだって言っても、あとね、とりあえず1試合結果を残さないとね、勝って。スパーリングやって違和感感じて、ね、後輩の選手にボコボコにされるようだったら、試合までたどり着かないしね。ボクシング。ボクシングと言ったら、出会いのツールじゃない？そう。なんかそれだなって思う。そう。こういう風に会えるしさ、ボクシングやってることで、人と人を繋げてくれる、そう、ツールかな。
ボクシングで人生終わりじゃないじゃん。その次第の人生こういうつながりがあっていろいろやっていけるなと思うから、そう、ボクシングは俺にとってのツールに過ぎないです。もう応援してくれる人たちはもう本当にここまで本当に応援してくれたんで、最後まで見届けてほしいってことを、見てもらえれば楽しいものを見せますよっていう、そう感じと、あとやっぱりこの年までこんだけ儲けんだぞっていうのを見せたいよね。